では続きまして、日本のナショナルリスクランドスケープの第2回調査につきまして、東京大学政策ビジョン研究センターの三国谷より、ご報告させていただきます。よろしくお願いします。ご紹介いただきました三国谷と申します。まずもって御礼申し上げたいと思います。このシンポジウムにご参加いただきましたこと、またこの中の大勢の方からアンケート調査にご協力いただきましたことを御礼申し上げたいと思います。本日はそのアンケート結果のご報告ということでございます。いろいろリスク項目の設定の仕方、あるいは分類の仕方、さまざまな議論が内包されているわけでございますが、その概要をご説明申し上げたいと思います。でまずご説明に入ります前に、皆様のお手元に B4 版で何枚かの資料をお配りしております。これは今日このプロジェクター使わせていただきますけれども、このプロジェクターというのはおそらくなかなか遠くからでは見にくいと思いまして、手元にも少し一部書類を、そういった細かいのをお手元にお持ちいただきまして、ご覧いただければと思っております。まず最初の丸1でありますが、今回調査対象といたしました67のリスク項目、これが全体どの程度に位置しているか、これはいつものことでありますが、経済はだいたい青、環境は緑、地政学はオレンジ、社会はピンク、テクノロジーは紫ということでございますので、だいたいご覧いただければと思います。ただ、これでは一体どこに何があるのかっていうのは分かりにくいと思いますので、もう一枚紙でお配りしております、7、リスク分野別分布表。ここに具体的にどういったものが入っているかというのを、大変字が細かくて恐縮でございますが、記しているわけでございます。この表、丸1をご覧いただきますと、例えば大体45度線が周りに結構分散しているわけですけれども、左の方に三角がポンと出たりしておりますが、例えばこれは日米関係の不安定化であるとか、これは何を意味するかというと、右軸に影響可能性を取り、左側に影響度を取っておりますので、可能性としては少ないけれども、そういうことになったら影響度は極めて大きいと、こういう認識が示されていると、こういうものでございます。で、丸2でありますが、これは影響可能性と影響度、これの上位20というのをそこに記したものでございます。取り立てている個別の説明はいたしませんけれども、これは後ほども申し上げますけれども、オレンジのもの、地政学系統というのは、一般的に影響可能性というのは、影響可能性よりも影響度の方が相当高い評点がつくと、こういうことであります。で、その典型がですね、影響度の右から3番目にあります、日米関係の不安定化というものでありまして、これは先ほど左側の方に少し出ていると言いましたが、影響可能性では実は下から2番目であります。で、影響度では上から3番目に来ると、こういった特質が出ているわけであります。こういった材料につきましては、今日これから公表させていただきます第2回報告書、この中にいろんな資料が載っておりますので、ご覧いただければと思います。その次に資料の丸3でありますが、これは一つの便宜的な措置でありますが、影響可能性と影響度、この掛け算をしてみたと、これは一つ一つの数値が決してその具体的な計測した数値ではございませんが、関連的に影響可能性と影響度、これの積数というのは、今後10年間のリスク総量ということも考えられるということで、それによって整理してみたものでございます。67項目につきまして、どのような分布になっているか、これはそういった資料でございますので、また後ほど説明申し上げたいと思います。4の要因要素というのは、いろんなリスクというものを、これをですね、大体どんなリスクが、日本が大体こういったリスクの原因になるのか、あるいは世界の原因、これを受けて日本が影響を受けるのかと、この比較表でございます。いただきましたアンケート結果から中央の3を引きますと、プラスが日本要因が大、青のグループであります、赤が世界要因が大という大きいグループでありますが、例えばご覧いただきますと、一番上に
少子高齢化問題への取り組みの失敗というのはあります。これは典型的に日本のものだという認識が強いわけであります。他方、一番下には世界人口の大幅な増加による社会の混乱、これは当たり前でございまして、日本の場合にはこの人口増加という問題はございません。もともとこれのモデルとしております世界経済フォーラムでは、人口の持続可能な増加という人口の持続増加によるその問題というのをテーマに挙げておったわけでありますが、日本版に置き換えますとこのような置き換えをして少子高齢化ということにしてみたところ、このような結果が出たというものであります。これもまた後ほどもご説明申し上げたいと思います。で、その次の丸5番でありますが、これは皆様からいただきました67項目につきまして、いろんなどれとどれが相互連関しているかという組み合わせをお答えいただきました。その数に応じて、その連関表を作成してみたわけであります。相互連関性の見方、いろいろありますけれども、このいろんな項目をつなぐことによりまして、いろいろなことが見て取れるというものでございます。これは全体の総評でございますが、この各論版もございますので、後ほど申し上げたいと思います。で、その次は、6ページ、中枢リスクというものでありまして、これは、各分野から、一つ一番重要だと思うものを選んでもらうと、これが中枢リスクであります。で、経済からテクノロジーに至るまで5分野につきまして、どういったものが一番リスクの中心にあるかと、この表でございまして、これも後ほどご説明申し上げたいと思います。で、それからリスク分野分別表ということで、このそれぞれの分野ごとの項目のどの辺に位置しているかという資料でございます。この中で、社会リスク分野だけ赤と青と黒に分けておりますが、この理由はですね、この社会リスク分野というのは、典型的に3つのグループからなっておりまして、赤のグループというのは、少子高齢化関連に伴うもの、青のグループというのは、政治社会情勢に関するもの、それ以外はグローバルリスク報告書というものを参照している項目であります。この青のグループと申しますのは、グローバル世界経済フォーラムの方では、深刻な政治社会の不安定化という、これ一本でございましたが、それだと、いかようにでも捉えることができるので、分解して、アンケートをお願いしたものでございます。大体こういったものが、一つの資料の前提になりますので、以下、このスライドを使いながらご説明申し上げたいと思います。で、最初、私どもこういった資料をまとめましたモデルといいますか、参考にしたのは、世界経済フォーラムのグローバルリスク報告書でございます。これは2006年から毎年出てきておりまして、来年の1月には多分10回目のものが、第10版が出るというものであります。私どもが日本のリスクを俯瞰していく場合に、初めての試みでございますので、それ相応のある程度経験を持ったもの、これとして世界経済フォーラムというものを、これを出発点といたしまして、この作業を始めた次第でございます。同時に、この世界経済フォーラム、これはあくまでもグローバルリスクということでございますので、じゃあ、これを日本のリスクに置き換えるかとどうなるかと、ここのいろんな違いもかみしめながらやっているところであります。グローバルリスクスレポートというのはどういうものか、ポイントだけ申し上げますと、先ほどの表にありますように、いろんなリスクの今後10年間の発生可能性、これとその場合、発生した場合の影響度、この二軸によって分布表なりリスクの評点をしていると、こういったものであります。で、全般的に見ますと、どういった傾向があるか、これ、歴史的な流れの中で、私なりに整理してみますと、結局、いろんなリスク項目というのは、だんだん横断化する、それから連関構造を重視する。それからその根源は何かと、こちらの方を探ってくる流れになるわけであります。そういたしますと、どういうことが起きるかと申しますと、最初はリスク項目というのも非常に個別化しているわけであります。例えば紛争地域でありますと、イランですとか、中東とか、個別の地域を してくるわけでありますが、これがだんだん一般化して、紛争の多発とかと、こういうことになってまいります。例えば地政学なんかでございますと、日本でもいろんなこの向こう10年間、PHP とか日本再建イニシアチブ、いろんなのが出ておりますが、非常にそこは具体的なリアルな生々しいものが出ているわけであります。ただ、こちらの方では、グローバルリスクの方は若干抽象化していると。
で、我々はその中間を今回狙っておりますが、10年間という中でこの俯瞰というものをどう位置づけるかと、そういった問題を抱えているわけであります。その中で相互連関マップというのをこしらえまして、これおりますが、もう一つは、これも私の見方でありますが、だんだんその抽象化リスク項目というのを突き詰めていきますと、最後はグローバルガバナンスフェイリアというところにたどり着くわけであります。2012年版でありますと、これが中枢項目の本当の中枢に入ってくると。ただ考えてみますと、グローバルガバナンスというのは、グローバルリスクというものを対象とするわけですから、ある意味じゃ当然の話でございまして、それではそこでグローバルガバナンスといったことによって、そこから何が出てくるかというと、これも極めて暴漠としたところがございます。その後翌年、2013年版でありますが、先ほど来、浦島さん、ご紹介ありました、レジリエンス。これが出てまいりまして、結局なかなかリスクというのは現実には薄くできないと。そうするといざ起きたときに、その時の回復力、そういったものが大変大事ではないかと。システム的に機能をどうやって回復していくかと、そういうことでレジリエンス特集が組まれまして、この2013年版で、実は日本は政府のマネジメント能力につきましては139カ国中67番目と、これは実は大変ショックな数値でございまして、ちょうどそれを機に、これだけが引き金ではないと思いますが、日本でレジリエンスの議論が盛んに活発に行われるようになったと。で、その前には日本はちょうど東日本大震災を経験しておりますし、それでレジリエンス特集が大変組まれたわけであります。ただ、グローバルリスクス報告書の方は、実は2013年でパッと打ち上げたのですが、2014年版では急にその話には触れなくなりまして、今また来年に向けてどういったことをいろんな作業をしているかと思いますが、報告書自体はそういったものであると。こういった流れを一つご紹介したいと思います。その次に、この50項目というのが、グローバルリスクにおけるどのような項目かと。これ2013年版がちょうど50項目でありまして、私どもこれを習っておりますが、これ2014年版では31項目に減っております。ただこの50項目を出発点として私どもは参入いたしました。で、それで先ほどの相互連関マップというのはどういうものかと申しますと、それぞれの項目をやはり同じようにどのような連関があるかということを結びつけまして、そこから全体を俯瞰しようと。で、この GR 版を先ほど大きな表で示しましたが、日本同じようにこれ独特の手法でありまして、私どもはまだ経験をそんなに積んでいるわけではございませんが、いろんなリスクをつないでみたのが先ほどの表でございます。で、こういったことを受けまして、私ども、今年の3月に第1回の調査というのを行いました。実は大変これ、時間的な制約、物理的な制約の中で行いまして、年度末ぎりぎりにですね、1週間でアンケート調査をお願いした形でございますので、大変お願いする方も少なくて、試行的なものであったわけであります。私がこういうのもなんでございますが、予算の単年度主義という中で年度末ぎりぎりになりまして、この年度内にものを仕上げるということで、かなり無理してやったのが第1回調査であります。ただこの第1回調査ということが行われました後、これで大変いろんな参考になることが得られまして、また失敗もしました。ウェブ一つを取りましても経験することが多々ございまして、これをもとに今回第2回調査というのを行ったものであります。で、第1回調査は、101で、なぜ101かと申しますと、出発点を GRR、これはグローバルリスク報告書の略称ということで申し上げますが、出発点をそれといたしますので、そこにあるリスク項目は全部そのまま最初は調査対象にすると。ということで、いろんなのを付け加えますと、そこから59目、それからやっぱりこれはグローバル版であって、日本版にはなじまないと思って、42項目を追加して行ったものでございます。私どもの調査に先立つ前に、日本政策投資銀行がグローバル50項目をそのまま調査したのもございます。で、私どもの方でいたしましては、それとは別に日本版というものをやっぱり加えながら、この調査を始めたということであります。で、ここでその次に、影響可能性と影響度の二元を基本で、ここで言葉が変わっておりまして、発生可能性から影響可能性に変わっておりますが、そこはちょっと申し上げたいと思い、後で申し上げたいと思います。そこで、分布表を、先ほどお示ししましたようなものをこしらえた上で、個別の相互連関マップ、
中層リスク、それからレジリエンスの調査も行ったというものであります。で、この個別総合連関マップというのは、もともと今お示ししましたような1枚のものを実は狙ったわけでありますが、なかなか1回目でございまして、様式も含めまして、統一的なものはできませんでして、質問票自体もちょっと分かりにくかったということは、私どもも反省しております。分野ごとになってしまったということで、今回第2回でそれを統一のものにチャレンジすると、これが最初の流れであります。その上で第2回調査ということになりますが、8月8日から9月8日にかけて調査を行いました。で、67項目につきまして、影響可能性と影響度の2限、あと分布表、先ほど申しました要因要素、これは日本独自のものであります。これを調べて連関マップ5分野を統合いたしまして、中枢リスク、レジリエンス等々の調査をさせていただいた次第でございます。で、先ほど発生可能性が GRR で、日本の場合には影響可能性とは何かと、この図、ちょっとポンチェというのは物事を写真しすぎるところがありますが、要すればグローバルリスクという場合には発生を受ける、発生する可能性と影響を受ける可能性、地域が同一でございますから、ほとんど近接または合一していると。で、日本の場合に置き換えた場合に、日本で起きたことであればほとんどそれはそうでありましょうと。ただしかしながら、世界中で起きたことというものが直ちに日本に来るかというと、そこにやっぱり長い斜線があるので、発生即可能性という形にはいかないのではないかという、そういう考え方に立つものでございます。これ発生段階で捉えますと、今度は発生可能性の表というのはすぐ 点数が高くなると。そうすると全体のいろんなリスクの俯瞰する上で、これは果たして適切かということで、日本版のものでございます。そういうことで、67項目、こういったものをやったわけでありますが、回答者の数でございますけれども、1回目は実は46人という少ない人数でございました。今回、200名強の方にお願いいたしまして、169名の方から回答いただいております。まだまだこれから基盤を拡大していかなくちゃいけませんし、ぜひ今日こうやってご参加いただいている皆様の今後のご協力もお願いしたいと思っているところでございます。なお、本日使います資料は基本的に全部、今日これから発表いたします第2回報告書、うちの方のセンターにアップす、ホームページにアップしますが、そこに全部大体資料は載っておりますので、ご参照いただければと思います。そこで最初、一つは、67項目のリスクの分布がどうなっているか、これは先ほどお示しした表でございます。で、それが各分野、これが20位、これもお示しいたしました、これも、それから各分野ごと、これはまた後で使いますので、飛ばしていきますが、分野ごとにこのような分布表をこしらえたというものであります。で、その次に要因要素、これは X 値という、私どもの独特の手法でありますが、それぞれの要因というのが、本当に日本と世界というのはどういうものかと、これはお手元に表もあるかもしれませんけれども、ご覧いただきますと、大体日本の場合には、上に社会、少子高齢化関連、だから財政関連、産業関係、こういったものが出てまいります。金融関係は比較的世界要因が強いと思っているようでございます。これをまた後ほど申し上げたいと思います。これをまたですね、各分野別に見ると結構、興味深いものがありまして、これは経済リスクであります。経済リスクで見ますと、やっぱり財政関係が上に来まして、それから労働産業、こういったものが参ります。一方下の方には金融とかそういったものが来るということで、これも後ほど申し上げたいと思います。こういう具合に分野ごとにやれば、ちょっと申し上げますと、社会環境リスクでありますが、地政学分野を見ますと、これ典型的に世界要因、地政学関係はこれは世界の要因で、日本はある意味じゃ巻き込まれるという。ただその中で上3つはですね、近隣との関係、日米関係、アジア諸国との関係ですから、日本が一方の当事者になるものであります。そういったものは上に来ていると、こういったものであります。で、社会リスクになりますと、典型的に日本の要素が強くなってくると。テクノロジーでありますと、原子力発電と技術開発力、ここが日本の問題として受け止めていると。それ以外は特にサイバー関係で、サイバーアタックとかというのはですね、これは被害者という意識が極めて強いという結果が出てきております。リスク項目総合連関マップでございますが、これは先ほど総評をご覧いただきました。これは作り方ではありますが、ちょっと手の内を、これ全部中に報告書には書いておりますので申し上げますと、
まあ、組み合わせのいただいたものから50以上のものを黒い太い線で結ぶと、それからオレンジ、茶色、オレンジ、紫、青の順でくると。で10未満はこれは割愛であります。10未満を書きますともう全てが網の目のようになりますので、これは割愛させていただいておりますが、ただですね、一部だけですね、このグループで破線で結んだ部分、あるいは真ん中の方にあります慢性的な財政危機、こういったものは、慢性病ですね、金融リテラシー、こういったものはどことも くっつかなくなると、まあ、この線で結ばれなくなりますので、位置関係を知るためにそのものに限り破線で5から9までのものをつないで整理したのがこの表であります。でこれ見ると、まあ、あちこちつながっておりますので、その中でちょっと11ほどですね、どの辺に中心があるかと、クラスターを分解してみると、まあ、金融関連ではこのようなクラスター、青で組んでおりますのはこれらを中心として淡いところにどうつながっているか、次に財政で見たらどうか、それから地震自然災害系統、気象関連、それから地政学関連、少子高齢化関連、政治社会関連、サイバー関連、産業関連、資源エネルギー関連、健康生命関連と、こういったものを作成してみたものでございます。でご案内、これをご覧いただければ分かる、まあ、ご案内のとおりですね、非常にクラスターとしてまとまったものと、各分野相互のリレーしているもの、それからあちこち分散しているものいっぱいございます。これは実は私どものこういった今後の課題を考える上で、分野の分類のあり方も考えていかなくちゃいけないということを示唆していると思われます。というのは、私ども GRR というものを参集にしてきておりますが、徐々に日本型のものへ移行していこうと思っておりまして、その場合には分類のあり方というのも相当考えてはいけないということを示唆しているわけであります。もう一点注意しなくちゃいけないことは、この中で太い黒い線で結ばれている部分というのは、逆に言えばかなり近くて統合しやすい、統合に馴染むものもあるということであります。で現に第1回の個別連関マップで黒い線で結びましたものは、今回は相当統合しております。ただここまで来ると統合すると逆にリスク項目として大きくなりすぎちゃって、まあ、それはどうかなというのもありますので、これは今後の総合判断ということであります。それから中枢リスクでありますが、これもこれは全体表、先ほどご覧いただきました。で以上も、大体総論をいたしまして、各論について少し申し上げたいと思います。まず経済リスク分野であります。経済リスク分野、これは全体の分布表でございまして、大体右の上にどういったものが来ているかと申しますと、これはお手元にも資料があるかと思いますが、エネルギー関係、それから財政関連、それから、産業、あるいは労働力関連、それから、流動性危機と大規模な金融システム危機、こういったものが上に来ているという傾向がまず見て取れるわけであります。その次に、これを実は第1回の調査からどういうようなシフトをしているかというのを、記したのがこの表であります。でもちろん第1回調査と第2回調査は、アンケートの回答者の構成も違いますので、これは、厳密な意味では、推移ということではありません、まあ出た表を結果的に比較しているという、そういう位置づけでご覧いただきたいと思うわけでありますが、まあ、この中で一つ、やはり、特徴的なことは、これ、3月時点の調査に比べまして、3月時点の調査に比べまして、労働力のですね、この不足というのがぐっと右にシフトしてきているという傾向が見て取れます。これも肌で感じるところですが、3月時点の頃からやはり潜在成長率の問題、そこに労働制約とかいうような問題が加わりまして、この問題が大変クローズアップされてきたちょうどこの時期の移り変わりとこれ重なっているかと思います。それから全般的に下位のグループは右上方シフト傾向が見られるなというのがこの表から見て取れるわけでございます。あと、まあ、ものによって行ったり来たりしておりますけれども、まあ、この辺のグループも大体右上方にシフトしているもの、こういったものはそれぞれ個別の固有の事情があるなという感じがしているわけであります。でその次に日本要因、世界要因をリスク分野で見ますと、上に来るのはこの3つは、まあ、財政関連と称してもよろしいかと思います。その後は産業競争力の低下、この辺までが高い位置づけを示していると。あとは、こういうのが来ておりますが、先ほど申し上げましたように、金融環境は比較的要因が強いと。
その中でやっぱり注目すべきは流動性危機と大規模な金融システム危機、これに対する非常にリスク評点というのは決して低くないわけでありますが、この意味するところは、今度仮にまた金融危機が来るとすれば、どちらかというと、日本から内発型というよりも、世界のどこかで起きたその影響を受けるのではないかと、こういう認識の表れではないかと。これは第1回の調査と傾向は変わっておりません。個人的な考えを申し上げますと、過去四半世紀、日本は日本の金融危機の克服以来、いろんなことをやってまいりましたが、今から20年前であれば、これがぐっと右上になっていたと思います。これがこうなっておったということは、少しは時代も変わったんだなという個人的な考えを持っているわけであります。それから金融関係のいろんな指標につきましては、これもやはり世界に左右されるというエネルギーも含めましてですね、こういう傾向がこの表から見て取れるということであります。その次に相互連関マップということで、何点か申し上げますと、最初の金融関連で見ますと、本来金融というのはいろんなところでいろんな産業から、極端に言えば今回のパンデミックから、それから TTP から全てが絡むはずでございますが、つながりという形で見ますと、大体経済関係全てを網羅して、ただこのサークルの中でこの10本以上のものは一応とどまっておるというのが特徴でございます。でこの金融関連と地政学関連というのは、いろんなこの組み立てよう捉え方があるわけでありまして、ここはもっと議論を掘り下げるべしと、地政学議論を掘り下げるべしとか、いろんなご意見もいただいておりますが、この辺はリスク項目のあり方か立て方とかっていうのは、いろんなやっぱり一つの検討課題ではあるかと思いますが、代案は代案でまたそれなりの問題もあると、そういう中で何をしていくかという問題かと思います。次に、財政を中心にとってみますと、これは、財政関連はもとより金融関連、それから産業競争力、労働力で、社会保障制度関係、一連のものに大きく関連してきているという、そういう傾向が見て取れるわけであります。それから、経済関連で産業関係を少し拾ってみますと、この黒くやったものを中心、それから、関連するところで、これは労働力とか、そういった技術開発力なんかも入れておりますけれども、労働力、これらを含めてやりますと、これは人口問題を含めまして、かなり幅広いところと、やっぱり影響していると、特にこの産業と技術の結びつきというのも、これも注視するべきだと思っております。で資源エネルギー関係、これもですね、この分類の問題は今後の検討課題だと思っておりますが、食料問題、エネルギー問題、この辺がいろいろな、今度は地政学問題も含めまして、いろんなところと連関しているというのが、この図であります。で次に中枢リスクの集計結果であります。で慢性的な財政危機、これが中枢リスクということになっております。でその次に、やはり流動性危機と大規模な金融システム危機というのは、やはりこれは起きたらかなりのところに波及するということは認識にはあるということではないかと思います。だから産業、エネルギーとこれらが来ました。でたまたまこの上4つはですね、これは決してこれを基準に分類したわけではありませんが、私、今4種類の個別連関表をご紹介いたしましたが、実はその4種類の代表選手はここに並んでいると。それぞれのリスクの中心に、やっぱりどれくらいの票を集めるかは別といたしまして、どの程度の票が来ているかということであります。民間の票にありますのは、これがもともと GRR 項目なのか、日本版なのかということにしていきますと、それぞれの分布を示していると、こういうものでございます。以上が財政でありまして、その次に環境リスク分野、これもちょっと、時間の関係で話していきたいと思います。ここのところではですね、右側にここに大規模、それから大地震と大津波、これがやはり非常に高い日本のリスクとして捉えていると、でこれは第1回の調査結果とそのような変わりはございません。一般的に自然災害系統、それから気象系統、こういったものがございます。でこの表で一つ特質的なことは、こちら、後ほど申し上げますが、リスクと一口に言いましても広いわけでありまして、将来発生不確実な、いつ起きるかわからないというリスクもあれば、じわ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 進んでいるトレンド型というものもあるわけです。大体このリスク型というのは、この左の方に来ていると。
トレンド型は可能性の方は高くて進行しているという、大体この辺に来ると、こういう傾向が見て取れるわけで、ございます。環境リスク、この比較表を取ってみますと、これは実はですね、あんまりですね、相対的な位置づけ、少しずつ変化はありますが、大体この位置関係は同じでございまして、少しまたこの辺の、あたりが進化してきているなという気がしております。その中で、ご注意いただきたいことは、この中で記録的な風水害という、これが結構大幅右シフトしてきております。先ほど浅野さんの話でもありましたが、山梨県の雪害というのがも含めまして、相当この辺に3月以降の流れが見て取れるというわけであります。で、この風水、雪害と入れました。もともとはGRR の方は風水なんですが、私は山梨の雪も見て、これは雪も入れたわけでありますが、若干ここも個人的な感想を加えますと、私は青森県の生まれでございまして、世の中ずっと雪と戦ってきたわけでありまして、雪と共生してきた人間にとりまして、これもまた、いろいろな思いがありますが、雪も入れているということは、その辺を認識したものでございます。この風水雪害と気候変動関係、温室ガス、この辺は強い連関構造を示しているというのは、また次の表で見て取れるわけであります。で、この大地震、大津波、火山噴火、これはある意味では、この他のところと自然災害で、ある意味じゃ人知を超えたところで起きるものでございますから、相互連関しないわけでありますが、多分これは結果としては、発生、ここだけ補いますと、いろんなところに波及していくと。この大地震とかであればですね、この前の福島というものの原発ですね、こういったところとの相関も示してくるということであります。それでここだけちょっと作るのを忘れたんで、ここだけちょっとプレイバックしますと。環境リスクの分類どうなっているかと。で、ここでもやはり自然災害系統、これは日本領域が極めて強いと。それから自然、環境とかガス関係ですね、これは世界要因と、ここもですね、こちらは日本の問題だけど、こちらはかなり世界の影響を受けているなという、そういう意識がこの辺からは見て取れると思います。で、これをまたすいません、少し時間をいただきまして。で、この、環境の今、災害関連を申し上げましたが、その次に、ここで、気象とか、あるいは温室効果ガスとか、そういったものを中心にいたしますと、この3つのグループが、今度は、これはいろんな食料問題でございますとか、それから資源エネルギー価格、こういったところといろんな関係を示しているのがこの表でございます。で、その次に健康生命関連、このパンデミックでございます。これも若干戻りますと、パンデミックの位置づけでありますが、全体といたし、すみません、パンデミックは逆のことですね、あとのこと、失礼しました。で、これは他の多分野ですので、後ほど申し上げたいと思います。ここで抗生物質、耐性菌とパンデミックがつながりを示していると。ここに慢性病なんかともこういうつながりを示していると、こういったものであります。で、中枢リスクの結果でありますが、ここでもやはり大地震の発生がトップであります。ただ、先ほど申し上げましたように、それぞれいろんな性格の違いがある中で、まず自然災害グループからは大地震の発生が選ばれましたが、次に来ているのは津波ではなくて、気候変動への適応の失敗ということであります。で、これは津波というのは、結局、大地震の発生の因果関係のこちらが因であり、果であると、したがって中枢という形では選ばれなかったと、こういった傾向が出てきているわけであります。気候変動の適応の失敗は逆にそれ以外の個別連関マップのどこでも中心項目になっておりますとおり、いろんな幅広いものが出てくると。で、こういうのを捨てるのは全部10点以上というものを載せているわけでありますが、大体どのようなものが並んでいるかということで、ここはご覧いただければと思います。続いて地政学リスク分野であります。で、地政学リスク分野につきましては、この右上に来ておりますのは、典型的に、近隣諸国関係、近隣諸国との対立、あるいは近隣諸国の政治社会情勢の不安定化、
アジア諸国との関係不安定化、こういったものをやはり日本人は非常にリスクとして感じているという、こういった傾向が見て取れるかと思います。で、先ほど申し上げましたように、この日米関係の安定化というのは、これだけのこの左の方に突出しておりまして、まあ、可能性は少ないけれども、影響度ではこの辺にいると。で、全体の中でも、可能性は下から2番目で、影響度は上から3番目という、この特徴が顕著に出ているものでございます。で、これの前回との比較でありますが、その傾向は前回の調査に比べまして、特に日米関係が強く出ておりまして、近隣諸国との対立というのも若干その傾向が強くなってきているということが見て取れます。で、地政学のこのグラフでありますが、まさしくほとんど世界要因と、こういう認識であります。で、後ほどレジリエンスのところでもご説明いたしますけれども、やはりレジリエンスに対する、まあ、国とか、政府の対応力というのは比較的やっぱり低いというのは、このような情勢が反映しているものと思われます。で、その中で上3つ、これが、まあ、日米関係、アジア諸国、これはやや少し日本、わずかながら日本要因と考えておるようでありまして、近隣諸国との対立というのは、その中ではわずかながら、これは世界要因と、こういう認識が強いようであります。で、ここに出てきております、もう一つはグローバルガバナンスの機能不全、これもまあ基本的には世界の要因でありますけれども、これは次に中枢リスク等で非常に面白い現象を示しますので、そこもあらかじめ申し上げていきたいと思います。と申しますのは、グローバルガバナンスの機能不全というのは、この全体の中ではですね、大変これ、ある意味で中位置にいるわけでありますが、これを中枢リスクで捉えますといきなり中心になってくると。で、その中で連関を見ますと、この地政学リスク関係というのは、ここで一種のクラスターを形成しておりまして、どれがどれという、強いてあげればこの辺なんかが中心なんでしょうけれども、どれがどれということはございませんけれども、大きな塊を形成していると。で、逆に言うと、こういうのはリスク項目の立て方が非常に面倒くさいということであります。で、細分化していきますと、きりがありませんし、抽象化していっても、またグローバルガバナンスの機能不全みたいなところに行ってしまうと。で、10年というタームでどこを取るかと。今回、いろんなアンケートをいただきました回答者からも、こういったリスク項目のあり方についてのいろんなコメントをいただいておりますが、この辺もまた後ほど申し上げたいと思います。で、その上で、中枢リスクでございますが、先ほど中心があまりないと申し上げました、顕著にこれに出ておりまして、中枢リスクにグローバルガバナンスの機能不全、世界的なパワーの移行に伴う混乱、近隣諸国との対立、アジア諸国との関係の不安定化、それぞれがこのような表というか、ポイントになったということであります。このグローバルガバナンスの機能不全、実は GRR でも中枢に据えられているものでありますが、日本においてもここの機能不全というのがやはりトップに上がってきたと。で、これはもう一つ理由もありまして、グローバルガバナンスの機能不全と訳しておりますが、これ GRR ではグローバルガバナンスフェイリアというものだったわけであります。これ日本語でどう訳すかと、ある公式文書で破綻と訳したりしておったわけでありますが、破綻というのも何だろうということで、失敗という形にいたしましたけれども、それでも言葉としてなじまないというので、第2回あたりからは若干フリー、GRR から自由な立場になることもありまして、機能不全と少し前段階のところでやりましたところ、このような結果が出たと、こういうことでございます。続きまして、社会リスク分野へ移らせていただきます。社会リスク分野、典型的に赤の少子高齢化関連グループ、これが上の方に来ております。それから中に政治社会関連が来ております。先ほど申し上げましたが、この GRR では、これは深刻な政治社会情勢の不安定化という、そういう項目でございました。これはちょっと、いろんな取り方があるということで、第1回で、その大きな項目とこれらを並べましたところ、大きな項目は、どちらかというと、みんな評価のしようがないということで、低い点数になりましたので、それ以外のものでやってみたわけであります。それに代わるものとして、一応政治、行政、マスコミ、それからポピュリズム、それに対するものとして、簡易な思想ということでやってまいりましたが、大体この辺に、来ているというものであります。この黒い部分は、GRR から、引き続き来ているものでございます。で、これもこの移動表ということになりますけれども、あまり移動は基本的にはないわけでありますけれども、
少しずついろんなその問題も右行ったり左行ったりシフトしていると、こういうことが見て取れるかと思います。その次に、ここに環境が入っちゃった、失礼しました。次に社会リスクの、すいません、社会リスクのこの分野のこのグラフでありますが、基本的に地政学とは逆でございまして、少子高齢化問題、こういったグループがずっと上の方に並んでまいります。この上の7つ、きれいに少子高齢化問題に伴うものがこの分野の上位7つに来ておりますし、実はお手元にあります全体項目でもこの7つはですね、大体上位10に入ってきております。これが日本のいかに固有な問題であること、逆に世界の人口の大幅な増加というのは、これはやっぱり日本、当然のことでありますが、日本とは違うと。しかしながら、この世界人口もですね、中層リスクでは結構ポイント、票が入っていると、こういった強硬なものが出てまいります。で、パンデミックはここにございます。で、パンデミックにつきまして少し補足いたしますと、実はこの移動表ではですね、今回そんなに変化が出ませんでした。ただ位置づけはですね、高いわけでございます。先ほど申し上げました労働力の不足、これは相当シフトいたしました。したがってこれも、シフト、現状から考えて、かなりそのシフトする可能性もあったわけでございますが、一つには、実点の違いというのがあるかと思います。3月から9月にかけてという期間と、この8月、この調査は9月8日に締め切っておりますので、相当程度は8月の全般にアンケートにご協力いただいてきている関係もございまして、必ずしもその反映されなかった可能性もございますが、一方では、短期の動向と長期の、こういった位置づけとはやはり違うんだという、そういったこともあるかもしれません。したがって、その全体の位置づけ自体はですね、これは結構上の方にあるということは事実かと思います。それからもう一つは、回答者の集合も違うわけでございますから、その辺が反映されたかと思いますが、反映する可能性もございますが、この統計の結果、統計というかアンケート調査の結果はこのようなことになっているということを申し上げておきたいと思います。それで、年間表でございますが、これは少子高齢化問題、これはさまざまなところに波及してまいります。これは考えようによっては少子高齢化の分類問題にもなるわけでありまして、これ、当然これはこれに伴います高齢化の問題と人口減の問題、この相当深くこの要素が2つに分解される要素を持つわけであります。従いまして、これとこれをこれに統合してはどうかという、こういう議論も成り立つわけであります。で、経緯を申し上げますと、先ほど申し上げましたように世界人口の持続不能な大幅増加というのがありました。これはちょっと日本では合わないので、これを柱に立てて、ただこれでもあまりにも言葉が、視点がいっぱいございまして、高齢化という観点から捉えるのか、人口減少という観点から問題とするのか、あるいは都市地方間の問題とか世代間の問題として捉えるのか、いろんな視点を混ぜたわけであります。したがってこの辺は非常にこの相互連関強くなるわけであります。で、これとこれはこれに統合してはどうかという、そういった議論も出てまいりますし、逆にこれをなくしてこちらの方に分解してはどうかという、両方向の議論があり得ると思います。ただこれくらいの問題であれば、ある意味ではこれを大項目とするとか、その辺の含むことも含めて一つの検討課題ではないかと思っております。政治社会関連、このグループでございますが、これは地政学も含めまして、いろんなところと財政も含めまして、少子高齢化さまざまなところと連関してきているという、そういう構造でございます。それから資源エネルギー関係、これは事柄の性格が経済からいろんなもの、地政学からいろんなものと絡みますので、このように各分野横断的な複雑な連関を示しておりますが、これは逆に分野分類のあり方を考え直す一つの材料にもなると思っております。同じように健康生命関連、これはパンデミックの話でございました。これは抗生物質耐性菌と結びついております。それからその上のですね、世界、この辺の世界人口の大幅な増加でございますとか、いくつかのものと重なっておりますけれども、この辺も一つのクラスターとしてお考えいただければと思います。その上で中枢リスクというものを選定いたしましたところ、少子高齢化問題、
が来まして、でただしそれに対しまして、これを人口減少から捉えるこちらの方が中枢だと考える人も相当数票があったと。一方でこれを世界人口の大幅な増加がむしろ問題、まあ、これも大きな問題だと考えている人が結構多かったと。でこれは日本への影響可能性とか影響度という意味ではそんな高い点数はなくて、実は67項目中のですね、50を下回りますので、まあ、今回50というのはたまたまその区切りのいいところで、次回の調査も考えまして区切りますけども、そこからはその下に来るというそういう傾向が出ておりますが、これがいかにも意味があるところではないかなという、意味があるというか、それなりの意味を持っている結果ではないかと思っているわけであります。続きまして、テクノロジーリスク分野でありますが、時間の関係で急ぎますと、まあ、これはどちらかというとサイバー系統と、それからサイバー非関連グループに分かれまして、その上の方には、サイバー関係、それから原子力関係、それから技術開発力の低下、これが大きな位置づけを、言っております。で技術開発力の低下は今回もですね、結構情報にシフトしてきておりまして、これが大きな問題として認識されているということが見て取れます。なお、要因分析を取りますと、原子力発電の利用管理問題と技術開発力の低下、この2つが大きな日本の問題として受け止めているということが、これが見て取れるわけでございます。マップ、こちらの方のグループ IT 関係のつながりで、ここはアタック、サイバーアタックとテロが若干結びついたりしております。それから産業関連は先ほどご説明申し上げました。資源エネルギー関連の中でも、ここの技術開発力というところとつないでみますと、このようなマップが取られるということであります。で中枢リスクでありますが、先ほど IT 部門とそれ以外と申しましたが、システム IT 関係では重要なシステム障害が中枢に来て、それ以外では技術開発力の低下が来たということであります。でこれが各論でございまして、レジリエンス、これにつきましては、ちょっとこれはばらつきを示したので、大体日本人の意識というのは、まあ、全体の意識がどの辺に固まっているかという表でございますが、まあ、どちらかというと経済に対しては右情報にございますが、地政学に対してちょっとこれはやはりなかなか、回復、まあ、マネジメントの、ここは大体横、マネジメントの時は横一線なんですが、ここに対しては懐疑的な見方が多いということでございます。移動表はこれでございます。紹介、割愛させていただきます。これを影響可能性によって評価するとこういう事例でありますし、影響度でやるとこういったものが整理できると。でそれを積数でありますと、先ほど申し、お手元にあるようなそういったものができまして、たまたま67項目というのを、まあ、これから、まあ、50項目と一応で67項目全体は重要なんですが、まあ、これいつまでも数を多くしているわけというわけにもいかないこともございますし、次も睨んで50で整理するとどうかというところで、大体この辺で線が引かれたと、こういうことでございます。でその結果を見ますと、経済、環境、地政学、社会、こう並んでおります。この中で必ずしも上の方にあるから中枢に選ばれているわけでもないと、こういった傾向は出てくると思います。特にグローバルガバナンスというのはここでありますし、先ほどの表でもそちらの方でかなり中枢リスクではかなりポイントが高かった世界人口というのはですね、これはここにありまして、まあその違いが見て取れるかと思います。で全般的にやはり中枢リスクという場合には、単に個別の評価ではなくて、年間構造でございますとか波及とか、そういったものを幅広く見ているということかと思います。であと5分ほどで時間の関係で総論でまとめますが、今後の課題ということでございます。まあ、言えばここはいろいろ議論がありますが、これ一体どういったことにこれが一体使われる、まあ、考えられるか、あるいは、ということでありますが、この世界でリスクの防止 GRR の中で3つのことが言われております。いろんな整理がありますが、1つはリスクをいかに防止するか、プレベンションであります。リスクをいかに緩和するか、ミティゲーション。リスクが、まあ、本当に生じたときに機能化、どうやって機能を維持しながら速やかに元の形ではなくても回復するか、この3つがあります。でグローバルガバナンスリスク報告もですね、最初このプレベンション、ミティゲーションあたりから入りながら、最近リジリエンスに来たと、こういうことがあるかと思います。その場合のリスクとは何なのか、これはリスクとの、まあ、共生というのをどう考えるか。例えば金融なんかであればリスクというのはつきものでございまして、リスクの見返りとしてリターンがあるわけでありますが、どう考えるか。それから例えば GRR ではリスクの中の定義の一つに、将来の発生が不確実なものというのがありますが、実はここに挙げているリスクのほとんどは現に起きていることであります。むしろトレンドのものが多いと。
NISCO の定義というのはあまり厳格にしますとほとんどのものが抜けてしまう。でこれは決してこの俯瞰の目的ではないんだろうと思います。そういったものを含めましてランドスケープというのをどういったものに、活用されていくか、あるいは参考としてもらえるのかという、そういった問題はあろうかと思います。それからそういうのをするにもこのランドスケープ自体の適応力という申しますか、まだまだ始まったばっかりでございまして、改善すべきことがいっぱいございますので、これをどうしていくかということであります。で各種の論点、リスク項目の基準をどうするか、10年間という期間設定をどうするか、重なりをどうするか、こういったいろんなご指摘をいただいております。で実は、今日昼頃にこれからアップします報告書には、そういった皆様のご意見をポイントだけ紹介いたしまして、それにどういった考え方があり、どういったことが将来的に考えられるか、そういったものを全部最後の方に記載してございますので、まあ、そういったものをお読みいただければと思っております。論点といたしましては、まあ、結局物事の基準を厳格にしてそれに統一を図っていくべきだという、そういう要素と騒乱性、俯瞰性ということで、まあ、あまりそういうことにこだわりすぎると、かえって全体見えなくなると、この中央をどこにするかというものであります。中央点はどこかと。逆に10年間というのは、あまりにも固定、10年間というのは、リスクによって事情が違うんじゃないかというのは、むしろ逆に、今度は統合性よりも、まあ、個別事情に配慮しろと、こういったご意見もあったわけであります。それからリスク項目というのは、いろんな重なりがございまして、垂直的な重なり、水平的な重なり、それから因果関係にあるものもあると、これについてもいろんなご意見をいただいております。ただ、森羅万象の自然の営み、人の社会営みですから、時空を超えまして複雑に集合しているところから、ある視点からリスク項目を選定していくわけでありまして、一つ一つの事象群は視点の捉え方によっていろんなところで重なるということは、これは避けられない。で逆に避ける、その視点の重なりを避けるために切り分けだけ、切り分けのための切り分けをしてきますと、視点はどこだということになってしまうと、この辺の調和であります。それからリスクの対象として、人間の対応能力、そういったものも評価すべきではないかというご意見もありました。ただ、先ほど申しましたように、それはミティゲーションとか、プレベンション、リジリエンスというのは、むしろ対応の問題で、この活用の問題ではないかという見方もございますが、そうは言いながら、GRR の方でも、グローバルガバナンスの機能不全とか、規制の予期せぬ影響とか、対応の失敗とか、人為の部分を捉えているわけであります。この辺をどうするか。グローバルな視点ということも、一方ではこれは日本版のものを目指すということ、その中でもグローバルな視点を忘れちゃいけない、この辺の問題かと思います。リスクの掘り下げという問題も、これも、例えば目先のことというか、1年前、現に起きていることをやっていきますと、もう10年というタイムで次から次へと変わっていく、トレンドとしてどう捉えるかという、その辺の調整の問題、こういったことがあろうかと思います。まあ、そういったことも含めまして、今後さまざまな展開をしていきたいと思いますが、最後に2点だけお願い申し上げたいと思います。1点補足と1点お願いであります。1点は全体の傾向といたしまして、個別のリスク評価はどちらかというと日本版として新たに追加したその項目が高い評点を得ている傾向にございます。この件をリスクで一覧表にしたものはこれでございまして、どちらかというと GRR よりも日本版の追加項目が結構上の方に来ていると。他方中枢リスクになりますと、これは逆に GRR 項目というのがかなり選ばれているというか、少なくとも相当のポイントを得ていると。結局、一つ一つの事象を追っていきますと、日本の特有のものに目が行く一方で、リスクの根源を突き詰めていけば、結局世界のリスクというのはどこかでグローバルにやっぱり共通しているものに行き当たっていくのかなと。世界人口の大幅な増減というのは一つの例でありますし、グローバルガバナンスというのも機能不全。したがって、日本版というものを考えていく場合でも、そういった日本版の特有のものと世界に共通するものとの、これをどうやって展望し、組み立てていくかということかと思います。で最後のメッセージは、これはお願いでございます。最後にアンケート基盤の拡大ということを書かせていただきました。大変皆様にご協力いただきましたのですが、やはりまだまだ始まったばっかしでございまして、アンケート数も、それから多様性もこれから拡大していかなければいけないわけであります。このアンケートのご協力をですね、ぜひ今会場にいる皆様に、
できればこれからもご協力いただきたいということをお願い申し上げまして、締めとさせていただきます。なお、まもなくこの100ページ、110ページほどのものでございますが、ホームページにアップされますので、大体今しゃべったことをもっと、もうちょっと細かくしたものは全部そこに書いてございますので、ご覧いただければ幸いでございます。早口で失礼いたしました。ご清聴ありがとうございました。それではこれをもちまして、午前の部を終了とさせていただきたいと思います。